はい、やってまいりました。はい、やってまいりました。世界の皆さん、ロレックスチャンネルの時間がやってまいりました。はい、ちょっとですね、今日重大なことをちょっと皆さんにお伝えしたいなと思って今この動画を撮ってます。もうですね、僕もやっぱり正直やっぱりもう本当のこと言おうと、本当のことを言って、本当のことっていうのは指定モデルを変えた人の体験談ですよ。要するにそこに真実ってやっぱりあるわけで、そこの本当の話っていうのがやっぱ僕は大事だと、思ってまして、ちょっと本当のことを、僕の経験談を初めてちょっと動画で語るんですけれども、ちょっと話していければなと、思います。まず僕がですね、なぜ、ロレックスに対して、出すのに出さないとか、あるのに、裏にあるのに、お客様を選んでると、なんか知り合いだったり上顧客のなんかこう関係者とかしか、基本的に出してもらえなくてとか、自分でこう積み重ねたやっぱり歴史がないと、指定モデル出してくれないとか、なんでそういうことを言ってるかっていうと、僕が経験したからなんですよ。実際に経験したからこそのこれ話なんですよ。でもちろんその僕の動画のコメント欄とかでも8割近くの人たちはその通りだとおっしゃいますし、やっぱ、僕の知り合いとかっていう、ロレックス買ってる人たちとかっていうのも話を聞いても、同じこと言いますし、街行く人に、例えば僕がロレックスのインタビュー企画みたいなのを考えて、じゃあそれをしたとしても、おそらく8割近くの人は、あるけど出さんよね、そりゃ、っていう風な感じのことを言います。言うと思います。おそらくポッと言って買えるもんじゃないやろ、みたいな。もちろん、僕それありだと思うんですよ、全然。いや、ありだと思うんですけれども、それなら、もう大々的に、お客様をこう選びますと。ロレックス側も、こういう風なルール、こういう風な手順を踏んでいって、初めてサブマリーナ買います。初めてデイトナ買えますとか、ちょっと具体的なこうスタンプラリーじゃないですけれども、なんかそういったこう商売のこう商法をこう出した上で、やり方をこうなんか明確に記載した上で、やるなら全然いいと思うんですよ。ただそれをせずに、あたかもお客様に対しては平等ですということを歌って、はるばる遠くから来た人とか、それに時間を使いに来てる人とか、そういう人にもなんかこうフェアに接することをせずに、あるにもかかわらず誰々の知り合いとかじゃないと自分自身が安心できない、店員の心がね、誰々の知り合いとかってなってくると安心して出せる。そこで初めてこうお客様っていうのを見極めるようになってくると、本当の人を見る目って培われないんですよ。だからミスしてるでしょっていう話を僕はずっとやってるんですよ。そういうような経緯があって、こういう話を突っ込んだ話を今までしてきました。もちろんこれはロレックス側から何か僕が仮にもし言われたとしても、僕が現に体験してることなんで、これは証拠として、僕が証拠なんで、これは僕の記憶が証拠なんで、それは、店員さんも覚えてますし、向こうも何も言ってこれないと思います、僕がそれを言ったら。ただこれはちょっと本当これ話矛盾しちゃうんですけど、申し訳ないんですけど、言えないんですよやっぱり。単純にもうなんていうんですか、そんな簡単な話じゃないんですよ僕の場合。驚くと思います。この話を仮に僕が、したとしたら、
もう割と、あの、なんていうんですかね、割と炎上すると思いますよ。うん、でも、そういう炎上商法とかっていうのは僕は全く、あの、なんていうんですか、やっぱ嫌なんで、うん、そういうところでこう、なんか、違うなって僕は本当思ってるんで、あの、やっぱり、そこはなんか、ルールの中で、なんか破っていきたいなと。うん。ルール、やっぱルール破っちゃうと面白くないなって、やっぱそれはロレックスっていう、やっぱりメーカーに対してもやっぱそうですし、あの、そこはなんかやっぱこう、そこを僕がやっちゃったら、うん、あの、ちょっとダメだなって思ってますし、あの、それはやっぱり、やっぱりパンダラの箱ですよ。でも、本当に、もう、承認喚問とか僕出れますから。なんなら。そのレベルの、そのレベルで、もう本当にあった、やばい。やばいっていうか、まあ、本当に自分が体験した話ですから、これは。うん。だからこそ、言ってないとか言われると、もう疑いの目しかないんですよ。やりやん。なっちゃうんですよ。まあ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 、そういう風なね、なんか、ことはね、やっぱあるんですよ。いや、ありました。現に。うん。けど、いや、お前はそんな話するんやないの？いつまで話引っ張んの？って思ってる方、ちょっと多いかもしれないんですけれども、いや、申し訳ないです。僕も、話そうと思ったんですけど、やっぱこれ話せねえなと、思っちゃってます。あの、ただですね、やっぱギリギリの、なんかこう、ところで、うん、なんかこう、少しでもロレックスを愛してる方たちに対して、なんかヒントになればいいなと思って僕は動画撮ってます。で、現に僕の動画を見て、なんか、ロレックスの否定モデルを出すいい日にちがありますとかっていうのと、僕も独自にそれは僕が調べた日にちなんですけれども、そこに、合わせてマラソンに行ってデイトナ買いましたっていう人たち3人ぐらいいらっしゃるんで、割とこう穴がちなんかこう全くずれたことを言ってるわけでもないっていうのも自負してる部分もやっぱあるんで、現にやっぱ北九州のやっぱあったじゃないですか。うん、現に。でも、あの、まあ、認める認めない証拠があるないとかっていうなんか話とかじゃなくて、なんかこう、どっかで、もういい加減、メーカーなんか、うん、自体も、あの、なんかちょっと考えてほしいですよね。なんかこう、商売のやり方っていうところ。僕は、中国人とか観光客とかがもう、割とだいぶ、なんか日本にこう、戻ってきてるじゃないですか、今。ものすごい多いですよ。うん。百貨店とかもものすごい多いですよ、もう。あの、でっかい中国人とか韓国人とかいろんなの乗せたでっかい船がもう止まってるように、コロナ中は見かけなかったですけれども、まあ、あれがもう来てますし、毎週のように来てますし、うん。あの、やっぱり、外国人もかなりロレックス探して来てますから、あの、ちょっと対応っていうところもね、あの、結構忙しくなってきたって話も、聞いてます。うん。っていうところで、やっぱりね、あの、店員さんだったり、ロレックス単純に好きなお客様っていう層が、なんかこう、バチバチするってバカらしいじゃないですか。うん。僕は、これメーカーの、やっぱ、お偉いさんたちに向けての動画で、僕は、これは撮ってます。なんか、その層っていうのに届けばいいなと思って、僕動画撮ってます。うん。なんかこう、ただね、肩書きだけ役員になりました。肩書きだけ、ほにゃららになりましたって。そんなね、会社にただ単にいたら、大体の人はなれます。うん。ちょっと頑張れば、大体の人はなれるんですよ。ちょっと口悪いですけど、運みたいな要素ってかなりあるんで、絶対的に仕事ができる人がそういうポジションにいるわけじゃないですから。うん。あの、そうなった時にね、ただ役員報酬もらって、ただ居座るっていう老害になってほしくないんですよ。本当に。じゃあどうすんだよってなった時に、変えていけよって。うん。次のやっぱり昨日24時間マラソンでヒロミさんが走ってましたけど、おじさんでもできるんだっていうところじゃないですけれども、見してくれよって。うん。
次ロレックスを引き継いでいく若い層に対して、中間層に対して見してくれよって、うん、安定に走るんじゃなくて、親父でも役員になってもボンボン会社に言っちゃってよって、うん、それがやっぱりこうなんかそういうなんか日本男児みたいな、やっぱなんかこう精神を持った人たちがね、やっぱり会社って変え、最後やっぱりベクトル変えるために頑張ってほしいですよ。そして定年退職スパッともうやめて、変な天下りとかしないで、タクシーの運転手かなんかやっちゃってくださいよ。うん、やっぱ本当思います、本当に思うんですよ。やっぱり守りに入っちゃうと会社って変わっていきません、本当に。やっぱ人間もそうですよ。だから僕はそんなロレックスのそういう人たちに告げ、そういう人たちに向けて僕は話をしてます。そういう人たちに届けばいいなって、うん、思って僕は動画を撮ってます。別に普通にロレックス買いたいという人はもっとまともな YouTube あると思います。僕は本当にね、そういうなんかロレックスの内部の、なんかそういう権限があるような人たちにこの動画、これが届いてはいいなって思って僕は動画を撮ってます。いつかね、そういう風な覇者が現れて、本当の意味での覇者が現れて、ロレックスとかパテックフィリップとか、まあ、そういった感じのなんか時計業界なんか革命を起こしてほしいですね、うん、値上げっていうところをねやった、ことでいろんなブランドを真似して値上げして、コロナになってリモートになっていろんなとこがまたリモート真似して、そういう風に先駆者がやっぱいれば、やっぱり人選んでどうのっていうのってなくなると思うんですよ。明確にしてくれよって、なんかルールをね、そしたらそこに対して人って絶対にもっと頑張る、目指すようになりますし、もっとこう顧客のニーズって増えると思うんですよ、明確だから。だって、うん、ここまで行ったら変えるって分かっちゃうとみんな頑張りますよ。そしたらその分、いやどうせ買えねえだろうと思ってやめてたやつらもみんな来るんで、もっと盛り上がりますよ、会社自体も。なんでそこに気づかないのかなって、僕思うんですよ。でさらに結構そこも、例えば東大とかじゃないですけれども、ものすごい狭き門にすれば市場価格って下がんないっすよ、うん、価値が下がることもないですよ。本当に選ばれし他社だけがロレックス買えると、パテックフィリップ買えると、そういう風になります、うん、そういう風なところをもっと明確にルールとして作ってくれれば、時計としてのブランド価値ってもっと上がる、今よりもっと上がると思いますし、そういうのみんな知っちゃうから、あ、マジですげえねあんたってやっぱなっちゃいますよ。そういうの正規店で買うって今ルールがこうあって、これをくぐり抜けたんだね、すごいわ。もっとなんかそういう会社を良くしようっていうことを考える、こうなんか役員、やっぱそのクラスがね増えてほしいなって。結局現場に出てるマネージャーとかチーフとか部長とかっていうのは権限ないんで、うん、やっぱりそこに座ってる、ドーンと居座ってる役員のおじさんたちが首立てに振らないから、分かってるから、結局そのおじさんたちに忖度して会社ってやっぱやるんですよ。そういう人たちが現場で動いても、で現場で指示出しても変わんないんですよ。そういうことっていうのをもっと考えてほしいな。そしたら皆さんが本当の意味で最高な時計ロレックスはめれる笑顔で、そういう風な時が来るんじゃないかなと僕は思ってます。はい、ちょっと長くなりましたけれども、ぜひ、チャンネル登録、高評価、本当にいつもありがとうございます。もうチャンネル登録者も増えててですね、本当に嬉しい限りでございます。僕に何かしてほしい企画とか、話してほしいこととかあれば、できる範囲で、僕も調べて、動画に出しますし、
はい、ぜひ皆さんそういうのコメントをどしどしお願いしますというところで、ちょっと今日はですね、すいません、歯切れの悪い動画になっちゃいましたけれども、でもやっぱり意思としてはね、やっぱ最後にちょっと長く言ったようなことです。そういう風なことをですね、なんかこうやってほしいなと思いながら、ちょっと動画撮りました。じゃあ皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございます。